はい、皆さんこんにちは、ファーです。2ヶ月ぐらい前ですかね、に出た商品になります。ワークマンから満を持して登場ですね。今期入手困難アイテムの一つになります。本日紹介する商品はこちらですね。モンスターパーカーになります。カラーはフレームイエローですね。サイズは XL です。価格は4900円です。はい、こちらの商品ですね、正式名称がフレームテックアラエルフュージョンダウンモンスターパーカーになります。今季入手困難アイテムの一つになっております。こちらのパーカーはミリタリー由来のパーカーになります。最近ミリタリー多いですよね。ワークマン MA1 にしてもモーツコートにしてもかなり力を入れてるかなというふうに感じますね。しかもこのモンスターパーカーですね、アメリカの特殊部隊にのみ配布される防寒になるそうです。防寒をした上にさらに最後にこれを着るということで、かなり大きい作りになっております。このビッグシルエットが今年のトレンドなんでしょうね、はい、それにこのモンスターパーカーの大きさっていうのはかなりマッチしてると思います。この商品はワークマンのカタログの6ページに載っております。はい、6ページということはかなり前の方のページですね。それだけこちらのパーカーはワークマン的には推しのアイテムだということがわかりますね。はい、詳しく見ていきます。このパーカーですね、サイズが3タイプあります。 S サイズ、F サイズ、フリーサイズですね、それと XL サイズになります。こちらのパーカーをですね、購入される際は必ず試着をしてください。想像以上にですね、大きいパーカーになりますので必ず試着はしてください。はい、こちらのモンスターパーカーですね、防油加工がされております。どういうことかというと、キャンプで焚き火とかしますよね。その際に焚き火の火の粉が飛んできても燃え広がりにくい、穴開きしづらい加工がされております。はい、カタログの方にはですね、焚き火ダウンというふうに称されてますね。それぐらい焚き火の火の粉に強くできている商品になります。はい、こちらのパーカーですね、中にダウンが入っております。ダウンが 90%、 フェザーが 10% ですね。それと吸湿発熱綿が入っております。はい、そのため商品名にある通りですね、アラエルフュージョンダウンということで洗濯ができます。普段使いでも洗濯していただいてもいいですし、焚き火の跡ってどうしても匂いがつくんですよね。なので焚き火の後にですね、丸洗いできるということですね。こちらのタグにですね、記載されてますが、洗濯を10回してもこの防油加工ですね、燃え広がりにくい加工というのは持続するよというふうに書いてありますね。はい、こちらのタグをですね、見るだけでもかなり温かい商品であるということがわかると思います。はい、もう先にお伝えしておきますね。中にですね、ブラックアルミを使用しているということですね。はい、後ほど見てみたいと思います。まずは外観を見てみますね。こちらの商品フィールドコアから出ているんですが、フィールドコアのロゴというのは一切ないですね。はい、どこにもないなという感じですね。はい、はい、特にファスナーの持ち手部分に書いてあるというわけでもないですね。ファスナーは YKK のファスナーが使われてますね。はい、こちらのファスナーはですね、はみ込みづらいでしょうね。結構スムーズに動くファスナーですね。こういうのは大事ですよね。噛み込むとストレスですからね。こちらですね、表面が耐久撥水ですね。多少の雨ぐらいであればもう弾いてくれます。あとで水をちょっとかけてみたいと思います。もうすごくシンプルなパーカーですね。はい、後ろには特に何もないですね。はい、特にリフレクターがついてることもないですね。はい、ポケットがですね、こちらのところにファスナー式のポケットですね。スマホとか小物とか入れれそうですね。サイズ的には手のひらが入る感じですね。はい、結構広いと思います。あとこちらにですね、ポケットが左右についてます。フラップ式ですね、とボタンがついてます。ボタンで留めることができるフラップ式のポケットですね。フラップが大きいですね。結構大きいので物が落ちづらいと思いますね。着た時に手が入りやすいかちょっと後で試してみたいと思います。はい、深さは結構ありますね。
毎回全部ボタン式ですね。開けるとですね、ブラックアルミがここに、背中の部分ですね、についてますね。下のところはついてないですね。背中のところ、もう十分だと思いますね。で、胸のところに内ポケっていうのはついてないですね。左の下の方に大きなポケットがついてますね。物が結構入ると思います。かなりですね、シンプルなデザインですね。いつもみたいにポケットがいっぱいあるとか、そういったのは特にないですね。これくらいがいいんじゃないかなと思いますね。表面のですね、耐久撥水ですね。それを水をかけてみて、試してみたいと思います。はい、こちらにですね、スプレーの水をかけてみたいと思います。見てわかりますか？結構もう水たまりになってもう弾いてる感じですね。はい、少しの雨ぐらいでしたら全然問題ないなと思います。はい、水気は全部落としましたね。念のため防水スプレーをしておくというのもキャンプの前には必要かなと思いますね。はい、こちらのパーカーですね、今から実際に着てみたいと思います。はい、着用しました。私は身長178センチ、体重100キロですね。はい、私が XL を着るとこんな感じですね。ビッグシルエットなんですけど、私が着るとジャストサイズですね。はい、開けますね。どうですか、こんな感じですね。はい、はい、でこちら二重の袖になってますね。これで防風もできますし、まあ、他の異物混入っていうのもないですよね。はい、こちらの商品ですね、軽量っていうふうに笑ってますが、実際持った感じですね、結構重量があるんですよね。やっぱ大きいだけあって、けど着てしまうとですね、全然重さを感じないですね。で、肩周りもかなり動きやすいですね。正直ですね、暑くなってきましたね。かなり暖かいです。室温がだいたい19度ぐらいですね。背中のブラックアルミのところの部分がですね、ちょっと意識するとポカポカしてるなって感じがしますね。キャンプの時はかなり役に立つと思いますね。じーってしてるような状態っていうのはかなり役に立つんじゃないでしょうか。あとタウン優勢使うときはですね、おそらく暑すぎると思います。なので中のインナーですね、まあ、もう薄手のインナーだけでいいと思いますね。今締めてる状態ですね。で、先ほどポケットですねの位置気になったんですよね。手がどんな感じになるのかなということで、ちょっと試してみたいと思います。入れやすいですね、思ったより。結構後ろについてるのかなと思ったんですよ。フラップが大きいので手を後ろにしないといけないのかなと思って、そうでもないですね。あ、入れやすいですね。後ろに手をやるっていうのも結構きついんでですね、今締めてる状態ですけど、開けるとこんな感じですね。はい、こちらですね、お尻まで隠れるんですよね。私のお尻が全部隠れてます。はい、サイズ感としては私にぴったりなサイズ感ですね。室温が19度ぐらいですね。けどこれを着るともうめちゃくちゃ暑くて汗が出てきました。で、こちらのパーカーですね、こちらにフードがついてます。マジックテープでですね止まってるんですが、それを外すとすぐフードが出てきますね。フードに関しては防油機能はありませんので、火の粉に気をつけてくださいね。フードを出すとこんな感じですね。はい、シンプルなシルエットでしたけど、フードを出すことによってちょっと変化が出ましたね。いや、これ本当よくできた商品だと思いますね。よくできてますね、これ。最後までご視聴本当にありがとうございました。今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。世界に必要なのは